関査根秀から1903年2月17日は、幕末、明治の母子、庄内藩中郎、管理、西郷隆盛に指示した。では国鶴岡本局市長に、庄内藩士、関熱根の子として生まれる。幼少から災学に優れ、1849年父病気のため150国の家禄を継ぎ、1853年、生死、 坂井忠宏の近所に抜擢されるが、1858年、忠宏の旧姓のため職を免ぜられた。1861年藩主、坂井忠宏の近所頭となり、1863年、軍部業を経て、家老、松平権十郎を補佐して、江戸市中取締の任につく。1867年藩主、坂井忠厚の信任を得て、側用人に進んだ。 母親戦争の時は、藩の軍事係を務め、薩長軍の清川口進行を防ぐ。省内藩基準降伏後、藩主の違法阻止や、旧藩士の士族受散を図る松岡開墾などに活躍し、1869年中老、翌年大泉藩県第三次、1871年廃藩地県の施行により、11月坂田県県三次に任せられ、初めて、 最後南州と交わる。しかし、農民の年貢金納の要求や、種を食化し付けり前の追求を受けて、官職を去る。1875年、松平久敦らと共に、鹿児島に赴いて、南州に支持する。西南戦争の折、南州に死縮する、旧藩士たちが、将来も拒兵すべしと生きり立ったが、それを説得し、思いとどまらせた。南州没後は、 鶴岡人生。五カロックと称された、藩主側近保守派の統領として、省内銀行の前身である67銀行、米商会所や本間テルミからの進言によって、三居倉庫の設置、三種、政治、企業等社会伯爵化関係の諸事業を起こし、地政面でも影の力となって、強大な影響力を与えた。また同志とも2890年、 南州大井君を発刊しその主意の普及に努めた。1903年2月17日、自宅にて死去。去年74、鶴岡の井岡寺に葬られる。坂田市飯森山に所在する省内南州会が管理、運営する南州神社と鹿児島支部の西郷屋敷跡には、関と南州が対話している、徳の交わり座像がある。ありがとうございます。